血液型くん。血液型クイズ。一番チームワークがいい血液型くんは？それでは会議を始めます。夏の合宿は山にしますか、海にしますか？合宿か、いいねいいね。どこにしようか。二人とも私の話聞いてますか？ああ、俺は山でも海でもいいぜ。君なら南極でも大丈夫でしょうね。僕は君たちに任せるよ。さあ進めてくれないかな。じゃあ資料を読みます。山は涼しいし、キャンプやバーベキューもできるからいいですよね。山でいいんじゃね。お、山いいじゃん。山ですが、海は海水浴ができますし、女の子の水着も見られますよ。海でいいんじゃね。お、海いいじゃん。海、君たち適当すぎじゃないのかい。夏に山に行ったってどうせ人が多くて大変だろうね。海だって海水浴客や捨てたゴミが散らかって汚いだろうし、それでもいいのかい？あ、いや、それは。いっそ川に行かないかい？ボートで川下りもできるだろうし、涼しくていいんじゃないかな。川でいいんじゃね。川いいね。川、川最高。ああ、わかりました。では川にしましょう。せっかく私が調べてきたのに。おし、じゃあ A 型、上とかやっとけよ。え、なんで私の。A 型しかいないし。それじゃ頼んだからね。ちょっとごめん、あと30分、いや1時間待って。僕はいけないよ、彼女とのデートがあるからね。あいつら。この番組は血液型によって人の性格を決定づけるものではありません。ただし B 型や AB 型に患者を任せると合宿自体が流れる可能性があるので十分注意しましょう。